昼間ある女優に見せてもらった綾子お前のフェイスブックだ君がフェイスブックなんてめんどくさいことやる女だとは思わなかったかねなんて書いてあったと思う知ってるわよ自分で書いたんだから読め<嫁>その女優って誰それは今関係ないあなたのお好きなタレメ系の女優だから関係ないしあのタレれタレメタレメではなかったそういえば 2年前に噂になった巨乳の女優あれ釣り目だったわよねえっその人違うしあれはネットの住民のでっちあげだどうせ私は貧入よ君が貧入か貧入でないかという議論はもう10万回してそれはもうあのあのあれだよあの主観によるっていう結論が出たはずだこれ多分奥さんですよねいいねボタン108回も押されてますうわ 今離婚したら財産分与で資産の半分持ってかれますよ半分資産1000万を使い果たしいいねの数だけ女を抱くーー禁断の復讐劇が始まるこれが女の運。あ<ー>108おーむかくん まあぶっ飛んだ映画じゃないですかかなりはい上気をした作品ではありますよね冷静に撮ってましたけども <laughs> あの今回監督脚本主演すべてを務められたということでこの作品を取ろうと思われたきっかけってまず何でしたかうんまあだから脚本を書いて、えー、監督やってっていうのをずっとやってきてまあそれに出演するっていうのも自分のスタイルとしてあったんで、えー、まあ一本ぐらいはその主演作を 取っておいてもいいなっていうか、まあ、取れる環境を許され、取って許される環境があるんだったら、うん、残しておきたいなっていうのを、五十ぐらいになって考えた感じですね。一ヶ月ぐらい。あの 稽古の時間ってのを作ってそこであの僕の代役で井上っていうあのあのホストの先輩をやってた男の子がいるんですけど彼にがっつり僕の役で入ってもらって全部セリフも入れてもらってそれで本番に入ってまあ彼がカメラの前で演技してじゃあ僕入るっつって交代して演技して。 戻ってきてモニターチェックして OK っつってでもあの裸のシーンも結構多いじゃないですか、はい、でも監督として席に着かれる時は撮影中って何か着るわけですよねもちろんです、ね、そうですよね。<laughs> <laughs> すみません、素朴な疑問で、うん、どういうふうにこう行ったり来たりをされていたのかなとさすがに全裸でカメラの後ろに戻って <laughs>、ね、モニターを見るっていうのはね、ええええ、なかなか野蛮な行為だなと思って。<laughs> さあのこういうのを用意してもらって「ううん、女の海」のシーンでー、うん、もう本当に苦労したんですけど、はい、自分がまあ演じてるだけだったらいいけどぬるぬるの中から <laughs> あのはい出てモニターをチェックしに行ったりしなきゃいけないんでそれがもうくたびれてくたびれて。<laughs> まあ、あのギ,リギリギリのところまであのプールのギリギリのところまでモニター持ってきてもらってって見えるんですけどなんかそれを見てまたさっと滑ってみんなの中へ戻っていくみたいな <laughs> 何やってるんだろうと気にはなりましたけど <laughs> あの岩井君がヒューっと滑ってきて、えー、僕,僕にとドッキングするじゃないですか、はい、あの時に奇跡のようなことが起きて、はい、岩井君があの「ない!」って言うんですよ。 あそこぼやけてるけど一応、まあ、あの前りは張ってるんですよねその前りがあの僕の手の手中にあったんですよ。え<っ>後ろにパーンってきた瞬間僕の手の中にポンと入ったみたいで「ようやくあるよ僕の手に」って言か不思議な連帯感が生まれました。<laughs> 恋愛や人生のお悩みを松尾監督に解決アドバイスしていただこうかなと思っております10年以上同居している彼が邪魔で仕方がない生活費も入れてくれないし愛もないし私のマンションなので私が出ていくわけにもいかない良い追い出し方はありますか男連れ込めはいいんじゃないですか居心地がいいわけでしょきっとそこの家が10年いたらそうでしょうねうその居心地の悪さを一つ一つ潰していけばいいんですよああ居心地を悪くするああ これ男性側から見て10年その同居している彼でなかなか出ていかない生活費も入れないってどういう状況なんでしょうかね知ら <laughs> ないですよ <laughs> 紐でしょう紐紐になってるってことですよね何にされてもそれはしょうがないですよね松尾さんが今までにやった性に関するボケはありますか彼の家に行ったら冷蔵庫に天下が入っておりボケなのか本気で冷やしたものなのか が好きなのか分からず触れられませんでした。松尾さんの話を参考に私もボケ返したいです。ボケはい。これ結構高度なご質問ですね。ボケなのか本気で返したい。これはちょっと手を挙げてもらわないと。<laughs> <laughs> まあこの映画撮るにあたってまず結婚前にあの風俗の取材をちょこちょこしてたんですよね。はい、か彼女に言ったらまあちょっとご立腹でああうん。やっぱやっぱりどうしても容認できない。 分かったっていうことで、うん、まあそこは収めたんですけど。はい、と、このなんていうんですかね。作家としての欲目なのか、男としての欲目なのか。はい、泣きの一回っていうのを。あの、<laughs> やりたかったんですよね。まあ某、某某風俗。ええ読んで。うん、まあ、その。あの、写真を撮らしてくれ。は泣きの一回ですもんね。これがラストなわけですもんね。うん、はい。まあ、その。 資料的な意味合いもあったんですけどそれを iPhone に入れてまあそれで終わったんですけどまあそのことをすっかり忘れてましてでパソコンからあのあの iTunes を iPhone にこう移動させようとしてたんですねやり方が全然分かんなくて。さんに あのちょっとこれ繋いでみてくれるって繋いだらアイフォンの中の写真がパソコンにダラララララって入っててありますありますはいそんそんなことする必要ありますかその中に一箇所これぐらいの肌色の写真がスっていったんですようんそれで俺パッとやろうとしたんだけどクルって取られてこれは何みたいなもうこれあの 村杉セミノ之助ってやつがいてそいつがあのボアの流出写真を <laughs> 持ってるってん、ね、で送ってもらったって言っ嘘ついたら、はい、もうそんなわけねえだろうってまあ顔を拡大すればわかりますもんね <laughs>、まあ、こうしてもらってたんですけど,あど、うん、まあでもなんかプロパティを見ればそんなのはすぐわかるって言われて、うん、プロパティってなんだろうって <laughs> もうプロパティって言われたらもう何も返せない <laughs>、うん、それでまあ全部白状したっていうあ<ー>あのこれはボ,ボケなんですかねボケてどうなんでしょうかね一応ボケてみたけどかわされたみたいなことでしょうかね,うねはいえー、っと皆さんあのどんな気持ちなのかわからないまま <laughs> やっておりましたけれども楽しんでいただけましたかね <laughs> ありがとうございます じゃあ,あのこれ108にちなんで皆さんあの108人の方に一人一人が伝えていただいて、えー、伝えないとあの呪われるっていう呪いの映画でございますので一つよろしくお願いします。